爆裂加工焼岳は、日田山脈の長野県と岐阜県にまたがる、標高2455メートルの活火山で、別名は洋岳。常時観測対象の火山に指定され、日本百名山に選定されている。小岳は隣接する、白谷山、赤寒だな山、ワリや山と共に焼岳火山群を構成する。この火山群中で、現在も活動をしているのが、小岳である。 有志後の噴火活動は、水蒸気爆発がほとんどで泥流を生じやすい。小竹は、日田山脈の中では最も活動の激しいかつ火山で、約2000年前には、最新のマグマ噴火を起こしている。小竹の溶岩は、粘性が強い安山岩から、泥イト質の溶岩ドーム及び溶岩流とそれに、伴う火山灰と火山岩の堆積物で構成される。 水蒸気噴火に伴い冷流として土砂を流すことがある。最近では1968年、1990年、1998年、2011年、2014年など、たびたび地震群発を観測している。山域は1934年12月4日に中部山岳国立公園の特別保護区に指定された。なお、 火山群の内屋神棚さんは2003年気象庁の活火山見直し作業において、小竹とは別に単独で活火山に指定された。火山である焼岳には山頂付近にいくつかの火山河口とその周囲に峰が残る。河口湖の西外池を挟んで真南に岩峰の南方、真東に北方、北側には池の水面よりも深くえぐれた爆裂河口がある。 南方には国土地理院の標高2455.4メートルの二等三角点が置かれており、これが小岳の最高点となる。南方は岩が崩れやすく東半禁止になっている。北方には西側山腹に硫黄の噴出を伴う噴気口があり、活動中である。北方には国土地理院の標高2444.3 メートルの標柱が置かれている。山頂に立つと南方がわずかに高いことが実感できる。北方山頂には、かつて、小竹北方山頂標高2393メートルの土標が置かれていた。この柱が示すのは、爆裂河口の北縁の小さな岩峰の標高点であり、北方山頂からは北西に約二百メートル離れている。明治以前の噴火については、 信頼性の高い資料が不足しており、活動史の解明は不十分である。1907年から1939年にかけてと、1962年から1963年にかけては、水蒸気爆発や、泥流の噴出を伴う活発な活動をしている。また、現在までに、高価軽石やスコリアを噴出するような爆発的な、 噴火は行わなかったと考えられている。西暦以降の活動はすべて水蒸気噴火である。周辺には、気象庁、防災科学技術研究所、国土交通省、京都大学防災研究所などの観測点が配置され、高感度地震系空神経、傾斜系監視カメラなどにより24時間体制で観測が行われている。 北方方面から見下ろす展望台と小竹、小屋宇宙王が上高地へ向かう登山道北方と南方の二方があり、北方と南方の間には火山湖がある。各方面からの登山道があり、穂高岳からの主要線上に北アルプス重走路がある。小竹小屋1928年に旧中尾峠に旧焼竹小屋が建設されたが、1962年の 噴火で倒壊した。1968年秋に、新中尾峠に焼け竹小屋が新築され、翌年から営業を開始した。最寄りの山小屋は、小竹小屋である。上高地周辺には、ホテル、旅館などの宿泊施設がある。夏山診療所が、西見のる山荘、上高地バスターミナルなどにある。飛田山脈上空からの焼け竹と周辺の山。 奥穂高岳から望む小岳と乗倉岳飛だ、山脈資料線の南部の山で、北側には旧中尾峠及び新中尾峠があり、南側には安房峠がある。山腹の東側には大正池があり、以下の源流となる河川は日本海へ流れる。ありがとうございます。